さっきまで何も攻撃してこなかったじゃん。何をきっかけに私は敵とみなされたの？スクラップヤードはサウスモンド地区なわけね。オッケーオッケー。把握。なんかね、とりあえず一つのマップの中で、なんかこう、左端の方にあったなっていうのは覚えたんやけど、何地区とか覚えてなかったんよね。ん？ここでいいんかな？抜けていける？あ、こっちから抜けれるんか。はい、オッケー。ああ、ブブー。お、USA 横断歩道、ウルトラクイズ。アイテムが欲しいか。欲しい欲しい。オイラの出すクイズに答えられたらアイテムをあげるぞ。なんでそんなことするかって。それはわからんな。では問題です。この3体の妖怪のうち、種族の違う妖怪はどれ？カンペちゃん、コンタン、フロズキン。わからん、コンタン。なんとなくフロズキンとカンペちゃんはプリッチ。え、違うの？違うんか。答えを間違った君にはお仕置きだ。それではお仕置きゲストの登場です。誰がゲストかはわからんなぁ。鬼じゃねえの、鬼じゃないの、ちょっと。あ、全然違う。誰？大バケットたちが現れた。なんか知らんけど、鬼じゃないならちょっと、私にも勝機があるよ。イエーイ。なんかだいぶやられてしまったけど、回復したいな。ね。あれ、わからんなは。普通にそのまますって消えてったけど。ん？これは？こいつには、あ、なんか宿っとるよね、やっぱり。ね、長花はさ、熊にしか化けないの？なぜなの？好きなの？熊が。長花を見つけた。長花。ちょっと待たんかい。自分は今からそこ入るんか？ほんまに大丈夫か？ちゃんと準備できとん？その先はいわゆるダンジョンっていうものごっつい危険な場所やで。不安やろうからええこと教えたろ。どうや、知りたいやろ。まあじゃあ。ほな、耳かっぽじってよく聞いてくんやで。ダンジョンの中は敵が行さんおる。しかも日記の記録もできひん。せやからバトルメンバーの体力の回復がめっちゃ大事や。食べ物を使って回復するっちゅうのも一つの手やけど。食べ物だけに頼ってたら、いくらお金があっても足りんよな。やっぱり一番縁は自分たちの力で回復することや。いわゆる自給自足や。君ら、回復用術使えるのか、ん？回復用術使える妖怪はバトルメンバーに入れてるか？回復用術を使える妖怪は味方の HP をガンガン回復してくれるで。これやったらお金もかからんから、ダンジョン内でも安心やな。え、回復用術使える妖怪がどこにおるかって？質問や。実はこのダンジョンには、おあつらい向きに回復用術を使える妖怪がおんねん。あいつら名前何やったかな？そうそう、ハーモリーや。懐かしい、使いよったな。この中に入るの不安やったら、サウスモノ地区の街中にもおるで。街におるのは、ホットケーキやな。なんや、バーベキューのめっちゃええ匂いするとこにおったわ。この2匹のどっちかは絶対友達になっといた方がええで。ほな、そういうことで。中にキュッピーとかおらんかったんかな？確かさ、どっか、何箇所かぐらいキュッピーあったと思うんやけど。気のせいかな？てか、会ってくれんと困るんやけど。おー、びっくりした。びっくりした。めっちゃびっくりした、今。めっちゃびっくりした、今。お友達たちが。さあ、来い。フリッチー。なんか、久々にさ、こうやって、突っ込んできたんやけど、妖怪たち。いや、イエーイはいいんやけど。ほら、カンフーマッハだけや、なんか。キュッピー。あ、ここにキュッピーおる。あー、ここから越えていけんのか。向こうからぐるっと行かなあかん感じやね。ってことは、まあ別にいっか。カンフーマッハだけやったら、とりあえずアイテムで繋げれるだろう。ってことで、はい、マックー。びっくりしたもやめて。お、来たか。イカダの改造に使えそうな材料は見つかりました？あ、マック先に来とったん。それがよ、これだってパーツがなかなか見つかんねえんだ。
あらら、それは困りましたね。俺のイメージだと、イカダをピョーンとジャンプさせるような、バネっぽいパーツを探してるんだけどよ。そっか、バネっぽいパーツ。俺はもうちょっとここでパーツを探してみるからよ。ケイトちゃんはこの奥にある、ボロ船あたりを探してくれ。わかった。ボロ船。消えたけど、あの子。ボロ船、どこ？この奥って言ったよね。ん？こっち？あっち？あっちになんかあるん？ちょっと待ってね。ネジネジドーナツを手に入れた。ネジネジドーナツ、ああいう形のドーナツ美味しいよね。私は好きやけど。ここ？なるほど、抜けれた。あ、ってことは初めて来る場所や。あ、上がれない。どこだよ。え、どこっすか？こっち？あ、びっくりした。はしごがあったんやね。なるほど。これ？待って、こっち先に拾っとくね。お、宝の地図。4つ並んだ青い屋根を手に入れた。そうよ、これよ。宝の地図よ。一体どこにあるの？持ち物。宝の地図。え？ほら、ないやん。え、ないやん、ほら、宝の地図とか。この辺もないやろ？ほら、この辺も、ないやろ？ってことは多分、どこかしらに入っていっとると思うんやけど。宝探し、これ？あ、これか。これやわ。あ、なるほど。あの地図は全部、あのおじさんの関係のやつってことやね。なるほど、なるほど。じゃ、これもなんか、地道にやってった方がいいね。ん？これは、ピョンピングホッパーを手に入れた。なにそれ？めっちゃちょうどいいやん。そいつは改造に使えそうだな。グッジョブだぜ、ケータ。そのパーツをバネとして、イカダの裏側に取り付ければ。どっから見てるの、マックは。岩がゴロゴロ転がっていても、ピョーンと飛び越えていけるはずだ。よし。あとはイカダを改造するだけだ。早速、秘密基地に戻ろうぜ。おう。秘密基地でイカダを改造しよう。よし。まあ、ちゃんとあそこに、はしごのマークあるやん。どんだけなん、マジで。これで、イカダの改造を。はい。材料も揃ったことだし、イカダの改造を始めるとすっか。でもさ、本当に俺たちだけで改造とかできるかな？安心しろって、ケータ。改造のやり方なら、ちゃんと俺が調べておいたからよ。さあ、改造スタートだ。おー。改造の仕方まで調べとったんか。いつの間に？何がどう変わったんだ。よし、完成だ。見た目も変えて欲しかったな。あれ？思ったより、というか、全然見た目は変わっていませんね。本当にこんなんで岩を飛び越えられるにゃん？ほんとよ、ほんとよ。心配すんなって。俺たちの改造はバッチリだからよ。じゃあ早速こいつで出航しようぜ。目指すはマックラン洞窟だ。おー。イカダの出発準備をします。冒険スタート。イカダに乗って冒険を始めます。さあ、行くよ、再び。どっちの方向？右にある大きな岩に向かって進んでくれ。あれか。近づいたら A ボタンでピョーンとジャンプだ。A ボタンアタックじゃねえの。これ？ A ボタンでピョーン。おお、すげえ。A ボタン長押しってこと？普通に押したらウィスってウィスパーがなんか、殴りつけ出したけど、あれ？真っ暗な洞窟。へえ。てかさっきまであんなとこに分かれ道なかったやんねん。都合がいいようにできてるなぁ。はい、到着。え、なんか、びっくりした。すげえ不気味なんだけど。
この赤い光めっちゃ不気味だったんだけど。怖いわ。真っ暗な洞窟コース。え、到着じゃなくってこの先もあるんや。やめてや。なんかこういう場所を自分で進んでいくの嫌なんやけど。さあ来い。でい。ビヨーン。あー、びっくりした。これは、え？殴るんじゃないの？あのコウモリは殴らないの？特に何もないっぽいね。ウィスパーが無駄に張り切るだけっていう。あれ何？ああ、またあいつか。吹き飛ばされるやつ。ここの場所には一体何があるんやろ。通り過ぎてしまったけど。でし。やっぱり一応攻撃してくるんやな。ね。なんかところどころにあるこの結界みたいなやつは何？関係ないんかな。とりあえず無視して進んでいくけど。さあ、行け行け。はい。ビヨン。方向は合っているのかい？今のはこっちが、こっちが攻撃されたんよね、普通に。ああ、もう。さっきまで何も攻撃してこなかったじゃん。何をきっかけに私は敵とみなされたの？寂しいわ。あれは普通にワニだな。普通に。あ、全然。全然何にも当たらなかった。てか、全く相手にされてなかった。つら。また洞窟入るやん。洞窟の中でゴール？それはそれで嫌だな。はい、ピシッ。おー、すげえ。コウモリ落としたよ。あ、ここや、ゴール。やった。到着。フィニッシュ。おー、何これ。まさかのお宝発見でミス。やったにゃん。マック、なんだかすっごく冒険って感じがしてきたね。ああ、そうだな。でも、浮かれるのはまだ早いぜ。本当の冒険はこっからなんだからな。そうだね。で、ここが真っ暗な洞窟ですか。なんか薄暗そうなところにゃんね。そりゃ真っ暗だからね。なんかワクワクするな。そうですか？私はちょっとゾワッとしますけど。いいからいいから。ほら、行くぜ、ケータ。あそこの光ってるのが気になるんだけど。ああ、取れない。これこれ。鉄のこけしを手に入れた。鉄のこけしかい。こっちの方向？なんか怪しげな音が。こんなに真っ暗じゃ先に進めないよ。安心しろって。こんなこともあろうかと、いいものを用意しておいたんだ。ん？いいもの？なになに？っていうかそれ、普通の木の棒だよね。さーてどうかな？実はこいつに火をつけると。お、松明。うわぁ、なになに？松明さ。明るくなったにゃん。ほら、ケータ、お前もこれを持ってるよ。ありがとう。松明を手に入れた。あっつ、そりゃね。ちょっとマック。これなんか怖いんだけど。大丈夫だって、そのうち慣れるから。さあ、この先へ進もうぜ。これだけの視界しかないってこと？あ、まあ一応あるんか。回復しときたい。キュピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュ？いいです。さあ、この先。ん？この先。おぉ、びっくりした。どうなったんかと、ん？なにこいつ。どんよりーぬ、うわぁ。避けていけるかと思ったのに。バトルスタート。さあ、頑張ってやっつけよう。仲間にはならんのか、え？なんか目がいっぱいあるんやけど。なにあれ。お、運河壁をやった、こんなとこにも。見つけていただきありがとうございます。
私の鏡の世界を通れば、遠いところでもひとっ飛びでございます。雲海鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。雲海鏡を使ってワープはまだ今はいいよ。ねえ、なんかめっちゃいっぱい目があるんやけど。へえ、落ちた。どこだよ、これ。なんか森の中におるんやけど、私。あ、復活。あ、あともうちょっとやったんや。あともうちょっとやったのに。ロープが張られていないせいで。落ちたじゃねえか。なんかいっぱいおるね、妖怪。どこ？ここ？なになになに？え、またあいつおるし。いいんじゃねえの。よくねえわ。ひー、あいつは。この前森で襲ってきたやつだにゃん。なんであいつがここに。もしかして、我々を追ってきたのでしょうか。でもあいつの方が先に洞窟おるけど。とにかくあいつはやばい。見つからないように進もうぜ。見つからないように大丈夫なの。真っ暗な洞窟の奥に進もう。へえ、普通にいる。あのマーク何？向こう側の。見つからないように。いきなり振り向いたりする？あ、大丈夫か。向こうから狂ってきそうやね。ええー、ガキども、ここで何しとるんじゃ。見つかっちゃった。やばい。とにかく逃げるんだ。早えわ、マジか。え、どこ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 に逃げるの？こっちじゃないじゃん。落ちた。落ちた。あ、でも今のは落ちて正解やね。多分。だって、あれのおかげで逃げれたやん。そこ？そこ？いや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 、まただし。ちょ、助けて。あ、でも、ここ上がったらすぐのとこにおるってことやね。で、行くべき場所はこっちじゃない。待って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 。私、あのマップだけ見よるけんいかんのやね。でも、あ、なんかある。大冒険オールを手に入れた。お、オールが新しくなるよ。やった。パーツ手に入れた。んで？あ、こっちこっち。ドンヨリーヌ邪魔だよ。そんな道のど真ん中に。最初思いっきりストーリーに関係あるんかと思ったやん。で、びっくりするわ。んで？どこに向かえばいい？こっちからでも行けるんかな？とりあえずちょっとくるっと回って行けるかどうか見てみよう。この目たち超不気味だわ。あ、行けそうやね。あ、行ける行ける。よかったよかった。余裕やん。何回もや、何回も落ちたけど。命からがら。ここまで来ればもう大丈夫。見つけたぞ、ガキどもが。全然大丈夫じゃねえ。早くね。やばい、見つかった。どうする？覚悟しろ。ええ、マジか。あれ？空中で止まった止まった。おう、マトリックス。じゃねえのー。あらまあ、ご愁傷様で。道細くなったじゃん。落っこちていっちゃった。まあ、助かったということで。いやー、地面が崩れてラッキーでしたね。ね。んーと、もうダメかと思ったにゃん。よし、俺たちはついてる。この先へ進もうぜ。おう。はい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。